はい、こんにちは。カウンセラーの山本です、ね。今日はですね、歩きながら話しております。はい。そうですね、セックスエス。セックスエス。最近、なんかね、インタビュー、アンケートみたいな感じで、してほしい話題は何ですか？セックスエス解消。もうなんかさ、死ぬほどしたじゃん、もうそれ話。だからもうどっちでもよくないっていうのと、まあ、ブログ見てくれれば、もう何百キスってあるんでみたいにね、気分やなって言いますが、やはり皆さん忘れるというか、まあそこまで我慢強くないので、最新記事で同じ記事を出してくれということなんでしょう。はい。そうですね、セックス解消ね。はい。もうね、一言で言えば、本当に、今回ね、ちょっと記事を書いたんだけど、常識を抜けていくしかないです。セックス解消は。もう、だってさ、今まで、やっぱ子供にはない悩みなんですよ。子供の時なかったでしょ、最近。だから、子供にない悩みとか、誰も話してるの聞いたことがない悩みとかなわけですよ。いわゆるさ、不登校とかだったら、多分みんなまあ最近話してるし、まあ、子供の教育もそうだし、婚活とかもそうだよね。普通に話しているわけじゃない。それがよ、話さなくて、その、今まで見たことのない世界にいるということですから、まず常識は捨てるしかない。あと、まあ、申し訳ないけど、一番手っ取り早い解消法って、パートナー変えるだから、本当にこればっかりは、パートナー変えれば、セックスの好きな男と結婚すればですね。結婚するっていうか、つければいいだけの話なんですよ。だからつまり、あなたは一回間違っているということですよね。性欲のない男と結婚したっていう。で、もうこれは社会問題ですから、あなたがどうにかできることはない。なんか、コロナにならないようにするにはどうすればいいですかみたいな話で。いや、だからこそ、やっぱり常識を捨てていくしかないんですよね。うん、唯一のなんか解消方法ってパートナーを変えるっていうことなんだと思うんですよ。で、その次に来るのが、まあコミュニケーションじゃないかなとは、まあ確かに思います。まあ当たり前なんですけど、話もしない人とセックスしませんから、話もしていないんだとしたら、やはりその以前に何か問題があると思ってください。例えば話を聞いてくれないとかもそうだし、ちょっと話もできないような状況。例えばなんかこう、大切な話してるのにずっと携帯見てるとか、あとなんか家帰ってきても全く話がなくて、ご飯無言に食べて、携帯見て、ずっと、ケース、こうやってなんか携帯いじって、ゲームして、みたいな、なんか話すことは、事業報告みたいななんか、ことだけだとしたら、やっぱりそこにも何か問題あります、コミュニケーションね。話さないっていうことの方が問題。なんかね、なんか話しかけても、何もしてくれないんですとかもそうだけど、やっぱりお互いがお互いのことを興味がなくなっていることもそうだし、まあ一番多くはやっぱ自分が自分のことに対して興味がなくなっているんだろうなと思います。なんか家族ってどうせこういうもんでしょうとか、特に私ってこういうもんでしょって思ってる。だから、自分がやりたいことをして、まあ忙しくしていればですね、まあ自然とパートナーとも話すように実はなるんですよね。なんて言えばいいんでしょうね。その相手にずっと注目をすればするほど話すことはなくなっていく。やっぱり自分に注目をしないと何か自分というものを話すことがない限りは、でもそれは一つの違いがあって、それは愚痴とか、なんか悪口とか、まあなんかそういうことではないんですよね。あと子供のなんかさ、いやこういうことはどうのこうのとかじゃなくて、やっぱね、自分との世界がない人っていうのはね、話すことないからね、もうほんとつまんない人になっちゃうんでしょ。それはなんか面白いことやってるとかじゃなくて、本当に自分の視点とか自分が感じてることとか、だからなんかカウンセリングとかでもなんか感じたことをパートナーに言うようになったらすごい怖いんだけど、まあセクシャリティのことも含め、でもすごいうまくいってますっていう方もやっぱ多いんですよね。っていうのはやっぱり相手も自分が何を考えているかが分かっていないという、その奥様が何を考えているか分かって何を感じているかですね。っていうことさえも分かってない方が多くて、どうして分かってくれないのみたいな、まあよくあるあるな話なんですが、まあ言ってないよねっていうところがあるので、やはり解消の一歩としては、
まあ、コミュニケーションすら、体のコミュニケーションできないなら、せめて言葉のコミュニケーション頑張んないとダメよねっていう話なの。で、それは、無意識にやってればできるようになるだろうみたいな、無意識にやったら親と同じです。だから親が相当、まあ、うまくいってる方とかも いるならいいですけど、いってないならそれだし、もしくは親と全く同じようなタイプを選んだらいいけど、うまくいってる人は、そうじゃないんだとしたら、やっぱり、そこには自分の、ものを見る、方向性というか価値観を絶対に変えていく必要がある。それは自分を責めないとか、だし、やっぱなんかね、そこに、そこの部分っていうのをやっていない方が多い。なんかもう、こんなつまんない女とセックスしたくないだろうなって思うもん。ちょっとすごい失礼な話だけどね。こんな魅力のない人としたくないよねっていうのは、そのあなたの見た目とか頭とかではなくて、やはり姿勢です。姿勢を正すべき。そこは。そう。姿勢を正すべき。物の見方とかね。なんかさ、異様に物が分かったようなことを思っていたりとか、恨み、つらみを持つことっていうことを、やっぱりちょっとやめないと、まあ相手にはバレるので、っていうところもあるかなと思います。なんかね、やっぱそこを吹っ切ってっていうのはすごくあるかなと思いますね。そうですね。だから、どんなに見た目が良くて性格が良い人とかでも、まあセクセスにはなるので、そこは、ご了承くださいっていう。ただし、やっぱりコミュニケーション力が少ないっていうのはあるし、やっぱり自分が選んだ時にそういう人を選んでないっていう自分の自己過信というか、なんか当たり前にそういうものを与えてもらえるんでしょみたいな、男の人がやればいいんでしょという、やはりそのフェミニストで言うと男根至上主義というか男性が全部決めてくれる、全部やってくれるみたいな考え方もやっぱりもう一つ入っていく必要があるかなと、解消にはね。と思うと結構やることあります。じゃあ何か一つみたいな。で、なんかまあ、リビドー香水とかを買っちゃうんだけど、まあ無理ですね。だから本当に深い問題だから、そんな簡単にないし、まあみんななんかブログググりまくってる人も多いと思うんだけれども、私のブログまで来るっていうことはもう最近上位に上がってませんから。ないんだけど、まあ、姿勢でしょうね。だからね、自分の、自身の姿勢っていうか、したら別れたりもできるからね。やっぱりね、そのね、男性に何かを頼り続け、幸せもらえる、オーガズムもらえるという、まあ、いつか与えてもらえるんでしょというふうにして、待ち続けるというね。もうね、超、恐怖ですよ、そんなの。恐怖でしかない。なんかさ、知り合いの女の子が、髪の毛さ、伸ばしててさ、よくあるじゃん、二十歳の、写真撮るからとかさ、結婚するからって、彼氏もいないのにさ、いや、髪伸ばしといて結婚式の時って、もし結婚するのってさ、いや、いないんだけど、彼氏もいないのに髪伸ばしてる怖い お姉さんみたいですよ。で、それちょっと切った方がいいんじゃないみたいな。だから、そういう風なこと、セックスレスをなんで解消しないんだろうとか、解消させたいと思ってる方は、そういう風に、その部分はすごく大切だと思いますね。はい。ということで、自分主体になっていくことを、みたいな話ですかね。いやもうね、レズの話はもう散々してるから、口酸っぱくなるほどしてるからね。なんかね、もうね、もういいよって思ったりもしますが、はい。でも、皆さん、諦めず、頑張りましょう。はい。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。